こんにちは、前川です。今回は大人気企画の編集長を添えた夏期講習番外編になんと全フェーズランキング1位で、あの1位のバッジを獲得した、レバ君に来てもらってやっていきたいと思います。お願いします。で、これやっぱ僕とか、まあ、カッケンとか、はい、新田とかが、まあ編集長には結構付きっきりでね、見ることが多いんだけど、やっぱり俺らの考え方になっちゃうじゃん、うん、はい、俺らがやった方がいいのはこれですよとか、合ってない可能性があるそう、だから他の人の意見というか、もうちょっと取り入れて見てやってみたら、もしかしたらやっぱ劇的に変わるんじゃないかっていう、やっぱね、こうなってるから今。そう、今編集停滞してるから明らかに俺らのアドバイスだともう変わらないんじゃないかっていうことで、はい、まあ、今回はレバ君にもちょっと試合見てもらいながら一緒に3人でやっていきたいと思います。お願いします。やばいっすねこれいや、この両脇やばくないこれ。だってどう見てもトップ2がヒールとかこれちょっとね、これ挟まれてるのやばいちょっと緊張してるで、俺の試合を見られるのがちょっと恥ずかしい。編集の試合を見ます。レバ君はディビ、まあ、2、3とかの人の試合、まあ、対戦はよくあると思うんですけど。聞きましたよ、自分から。ああ、そうですか。見たことは。いや、最近はあんまりないですかね。だから、そうですね。新鮮ですね。新鮮ですよ。いや、俺、それは。いや、マジで、こいつ、下手くそだなって周りの子もでさ。これね、なんだろうな、これなんかね、なんか複雑なんだろうな、んだろう、これ前田さんに見られるのは慣れてるんだけど、いや、あの、なんかレモ君は、その、なんだろうな、面識はあるのよ、まあまあそうですね、あるんだけど、なんか大会に出てて、あ、確かに取材する立場での面識が多いじゃないですか、そうですね、はい、なんか、取材するみたいななんか、これね、わかるかな、サッカー選手でもそうなんだけど、こいつサッカー下手くそだなって思われてたら嫌なのよ取材する時にね、なんか今後の取材に支障が出るんじゃないかこいつあんな下手なのになんだろうみたいな隠してたのが良かったんじゃないかな、それはしょうっていうちょっと恥ずかしさはある、はい、まあでもあの何でも言ってください。気になったことだったらすぐ言ってもらっていい。はい、じゃあ、まあ一応お相手が元ディビーチの人ですね、みたいですね、はい、はい、じゃあまずはスカットから。どう、スカット編集長の、まあ、フォメがこんな感じです。ロングカウンターでやってて、まあでも、え、なんかこだわりはあるんですか、もう左ウィングに1枚上げしてる。こだわり、これはもう前田さんに言われた通りにしてるいや、そうですね、一つはウィングに最近ずっとしてるのは、なんかこうやっぱ逃げ場というか当てられるところをサイドに1個欲しいなっていうのと、その後に右サイドバックをなんか攻撃的にしたのは、なんかこうフリットに持った時にやっぱ孤立しがちで、なんか後ろのサポートがあった方が、やりやすいみたいなので、右サイドバックを上げてる。ああ、そうなんですね。そんな感じです。ショートかな、ロングかな。ああ、ロング対決ですね。ショート対決、ショート3だね、相手もね。そうですね。なんかこう西山さんとどれぐらいこうマッチアップをしてるかとか。あ、でも今のところさえちょっと思った、アーノルドで持った時結構自分早めに当てたいですけどね。やってその前前線結構フリットのところ、うん、下の CF のところが大体開くんで、当てれると思ったら結構早めに出してもいいのかなっていう。ロングカウンターだったら前線に結構残ってたりするんで、で後ろからの中盤の上がりとかもあるんで、結構早めに当てるのもまあ、ありなのかなっていう感じは。ここでやっぱ1個持つことによって、相手もロングなんで、相手のフォワードも下がってきちゃって、逆にそれでまあキープできなくなってまた1からみたいな感じになっちゃう時もあるんで、まあ当てるのもありなのかなって感じ。あ、そう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 、こういうの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 確かに。お、うまい。いい欲しい。おお、
ちょっと出して。ちょっとね、これはね。マットミバクのレバクの絵は、あれマッチアップ押してんのかな、多分思ったと思います。おお、はい。いや、今なんか、あの、最初見た感じはスティックでカーソル変えてるのかなと思ったんですけど、多分見た感じそんな感じではなかったんで、なんか L1 で変えてるのか、スティックで変えてるのか、どっちだったのかなと思って、ここの視点のシーンで。どっちだ ?L1 じゃないですか。L1 っぽいんで。かっこいいよね。矢印飛んでない。うん、多分全部 L1 だと思う。これ押してるよね、マッチアップ。押せてないまでない、これ。結構騙してくれる印象ありますけどね。ねえ。だったら。で、あの矢印も左上向いてる。あ、そう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 。その富安の一番最後のところ。はい、ここ、なんかかかりそうなんだよね、マッチアップ。そうですね。なんか足出してるようにあんま見えて。うん。押してなさそうだ。うん。うん、あとはビーナーの位置とかですよね、修正できるとしたら、はい、やっぱマテウスがここで、マテウスが多分マテウスだと思うんですけど、うん、下にビニシウスのマークに多分ついてくれてると思うんで、これ追いかけてると思うんで、うん、ここでチームプレスとかで行かせて、自分はその中のパスコース切りたいかなって感じですね。うん、確かになんか同じ方に使いたいで動かす、そうですね、自分で動かすのであれば逆にマテウスに当ててもっとビニシウスにがっつり行きたかったですね、うん、はい、どう、多分どっちかだと思います。こうやって見て2人でね、同じそう言ってもよかった。マッチアップも押してなさそうだしね。だからマテウスにディフェンシブつけてますね。マテウスつけてはないですね、でも DMF ですね。あ、だから上がってこないですね。そうですね、そうだよね、やっぱこのタイミングで当てたいよね、このタイミングで、はい、絶対取られないんで、うん、絶対大丈夫、この奪ってこのタイミングでやっぱ当てたいです、前に。そうで、もうここまで押し上げられたんで、うん、まあ、すぐにカウンター失ってカウンター食らうことはないんで、やっぱ西山さん見えてないところに多分出すのに抵抗あるんですよね。なんか画面外の選手に縦パスを当てるっていうことに対してのやっぱそうっすね。だからそれでなんかこう下のレーダー見てとかってやってるとワンテンポ遅くなって出すのがみたいなのがあるかもしれないですね。こことかも多分今フリットになんかパポンみたいな、ここのもうパス動いてる時にフリットにボンと蹴っちゃおうっていうイメージがあると多分縦に早くつけられるというか、うん、受けてから考えてるというか探してる感じ、多分そうだと思います。形で覚えちゃえば、多分ここの形でフリット前に蹴れちゃえば、これも多分 100% 一気間に合わないと思うんで、カーセル相手のそれが多分1個トラップしちゃうことでこうかかっちゃうというか、うん、ダイレクトで出しちゃう、ダイレで蹴っちゃえば多分間に合わないかなっていう演奏はさすがに、うん、これもなんかついてるように見えないですか、これ右。いや、さすがに多分罰でだったら手前で蹴れるんですか、先に反応するかなっていう、まあ無理だったとしても、うん、ここで奪われるよりはっていう感じの、多分、はい、そうなんですね、はい、この辺で引っ掛けるのはやっぱ危ない、そうですね、危ないです、一気にこうなんかこういうことに、あ、うまい、で、あ、そうですね、こういうこと今もう一回キャンセルするかなって思っちゃったけど、今よかったです、これあ、すぐに確かに、なんだろう、出すときと出さないときと何が違うのかな。そうなんですね、そこの違いが。ああ、そうだ、ちょっといい、はい、これさ、レバ君さ、クロスタイオのときってどうすんの、クリア連打マッチアップさ、俺、バツマッチアップのときさ、これ結構悩んでたんだけど、俺、今 L2 マッチアップでさ、マッチアップ押しながらもう四角連打しちゃうのよ、クリアボタンで。でも、バツマッチアップだとさ、マッチアップ押しながらクリア連打ってできないじゃないですか。確かに、確かに。だからどうしてんのかなと思って。多分もう、来るなと思った瞬間に中の選手を合わせて、クリア。多分棒立ちです。あ、棒立ちかクリア連打か。
その軌道、軌道次第、はいはい、でもやっぱ基本クリアレンズだと思いますよ。だから先に何て言うんですかね、クリアしっかりできる位置まで中の選手を持っていくかもしれないです。いったんまずはこの辺で、そうですね、ここはリュカでもうとりあえず縦は行かせないぐらいの感じまでもうしっかり縦だけ切っといて、一旦相手に何て言うんですかね、時間作らせて中固めてみたいな感じをするかもしれないです。はい、あんまり簡単にクロス上げられるような守備はしないかもしれない。お、いい。お、お、お。今、あーが出ました。前半は一応こんな感じですね。いや、でもレバ君はもう早く縦に当ててくれと思います。レバ君マジで早いんで縦に。奪った後のその、こういう場面とかもう、いつまで縦当ててると思ってるんです。当てるとこないよね。無理やり。無理やりやっぱ。やっぱこうなるのがやっぱ良くないんで。よくあるんですよね。こういうなんか探してる間にじゃないけど、取られちゃうみたいなのは確かに。でもなんか当てる場所が本当に分かんないんですよね。これが多分左ウィングだからウィングの選手が相手のサイバーの外側に立っちゃってて、多分、確かに 3CF、ST、CF、CF の横並びだったら、相手のサイバーと CB の間に立ってくれてるんで、多分当てれるんですよ。多分これは褒めの多分なんていうんですかね、まあこういう時はちょっとそうですね、ウィングの時は難しいかもね。サイバーで奪った時はウィングすぐ当てれるんですけど、中盤で取った時にウィングだと相手の中盤の選手が結構コース入ってきちゃうんで、はい、そうですね、そこは難しいところですけど、ここはウィングのあれによって変わる、場所によって変わる、ね、頑張らないといけないところ。頑張らない。これは頑張らない。そうですよね、この上の場合は。うまい！だ！うわぁ！これ滑るのって自分の責任ですよね、これ。どうなんですか、前川さん的には。俺自分のせいだと思ったけど、そうですよね、うん、タイミングが、シュートを押すタイミングってことですか。遅いよね、パス。あ、シュート、シュートシュートのこの、なんかあるじゃないですか、時々なんかそこをこけないでみたいな、うん、ある、滑るのが。そうですね、すっごい変な体勢で蹴ってますこれはそうだね、自己責任派一応シュートボタンが遅いってことですかね。多分遅いんですよ。遅い、見てから見てから打とうとしてるというか、多分もうダイレで打つのを決めてるじゃないですか、西山さん。だ多分この辺、多分もう出た瞬間ぐらいにさ、ゲージ出るぐらいの勢いでもなんか足元まで入りすぎちゃってるのかなっていう。うん、まあ、それでももしかしたら滑っちゃうことあるかもしれないですけど、はい、うん、まあ余裕が出たらライジングとかも打てたらいいです、ね、確かに余裕が出てきたらライジング、もう絶対そこしか出さないっていうのを決めてるのであればっていう感じです。インパクトだったら確かに滑んないです。そうなんですか。いや、見たこと、見たことはないですね。滑りインパクトシュートは見たことないんで、確かに余裕あれば紫貯めてもインパクトなかなか打てないんですよね。クリア。もう重いわけじゃん。今のとかなんか下げられましたけど、キーパーに。自分ここ結構下げちゃいがちなんですよね。ここっすね。この後の浮き玉の処理を確かになんか下げても。うわー、まあ難しいし。まあなんか俺嫌いなんだよね、この失点の仕方。いやー、嫌ですよね。全然飛ばないですからね、はい、確かになー。もうちょっと余裕というか落ち着いてればそこまでできたのかな。それがどうなの、こっちにクリアとかすればあれかな、ヘディング。手前、いや、こっちかこっちか、どっちかどっちか、前じゃなくて、はい、ヘディングの方向をいじる、クリアの方向を下げるのはリスク高すぎるとして、まあだから、そう、ね、横向いてるんだよね、そう。うん、まあね、基本クリアは全部斜め前
なるほどですかね。真ん中だと、まあ、どの多分場面でも大体セカンドボールここのペナルティエリア外れたあたり以外に絶対1人か2人はいるんで、どの方面の人でも、はいはいはい、だからそれを意識するだけでも結構変わるかもしれないですね。なるほど、確かに真正面向けがね。でも確かに、ね、より真正面でクリアしてるかもしれない。そう言われてみたら。気持ちはめっちゃ分かるんですけどね。なるべく前に前にっていうのは。めっちゃ分かるんですけど。こんな綺麗に真っ赤くなるのに。なんか意識してやってるわけじゃないけど、そうなってるかもしれない。いや、確かに、ね。これがちょっと斜めに行くだけでも。あ、ちょっと当たっちゃった。このスピードこう当ててくるんですよね、縦に。一応今の相手の人とか。さあ、多分こういうところが多分。確かに。一応多分3トップ使ってるメリットだと思うんですよね。前に3人いるから奪った後に当てやすいっていうのが。なんだろう、目の前の相手が気になってるかな。まあ、でも相手の人ももう完全に縦パス来ないだろう読みでもどんどん縦来ちゃってる。最初からこっち来いって言うけど。この時点多分もうこの人は縦パス出してこないっていうのが多分対戦相手の人の中であったんでしょう。これ誰、どこに縦パスを出すんですか今の人。ここで多分もう。あ、ここで、まあ、ここできれば、まあ、ウイングだからちょっと遠くなっちゃってる。でもなんか癖として前に当てようとする意識は上げてもいいかもしれないですね、うん、なんか例えばこれだったらこの右走ってるのがこいつがいるじゃないですか、はい、出せなそうだなとかってなんとなく思ってる気がするんですよ、ね、うんうんうん、この時ってなんか立ってそうな、縦にはなんか出せなそうだなと思ってなんか横でちょこちょこつないで結果取られてるのかな。基本なんか同じサイドの縦の人に出すイメージでいいと思います。ここはちょっと真ん中なんでちょっと難しいですけど、あとはこういう時とかはあの真ん中の人に丸チョンとかも選択肢、こっちですね、これの頭、はい、とかも意外と通ったりするんですよ。なんか相手のディフェンスよりも結構手前にいるんで、丸チョンとかだと相手ディフェンスが多分ついてこれないと思うんですよね、うん、そういう選択肢も一応あるかなぐらいですか。そう、あとこれね、でもそう当てた後に困るのよ。あっていうのが多分あるんだと思います。編集者の確かに。だから多分それをなんか意識しすぎちゃってるのかなっていうとかも。当てても結局取られてるからと、ね。こうなって多分取られちゃってるっていうのが多分自分の意識の中にあって。当ててもしょうがないみたいな。って思っちゃってるのもあると。ちょっと。でもこれロングあるあるですね。まあ、ショートだったら選手は距離感が近くてみたいな。あると思うんですけど。いるってことですね。このちょっと前に当てた時に多分あんまうまくいってるイメージが湧かないから。確かにこう当てるの躊躇しちゃってる部分もあると思うんだよね、多分。あ、でもあとなんか試合全体通して一つ思ったのが、うん、ダッシュ少ないなと思って。なんかダッシュドリブルとか多分ほとんど確かに歩いてるな。そうっすね、これ開け曲面白いね完全に。どこら辺のシチュエーションで、もうどの場面でもそうですかね、うん、例えばこういうところ、あ、電子スロー当たった後とかでもなんかこっちに運んだりとかできる。当てた後に基本なんか後ろ向いて、うん、相手の選手を来るの多分待ってると思うんですよね。で背中当ててくるっと回ってさあどうしようかで基本結構スタートしてるんで。確かにそれあるなんかここでここで、はい、なんか取られたとしてももうどっちかにもダッシュドリブルで突き進むとか一回やることで突っ込めなくなるんですよ、相手ディフェンスも、うん、でさっきの縦パスの時とかも同じなんですけど、やっぱ相手ディフェンスがどんどんこうなんていうんですかね、自分の流れでこう守備できちゃうとなかなかやっぱ攻撃も難しいんで、ほうほうほう、やっぱ当てた後そうですね、ダッシュドリブル、まあエリクセンのところでも運べたかなって感じもするんですけど、確かに、うん、こことかでも前に自分でなんかちょっと斜めに運ぶだけで相手のディフェンスの位置と自分の攻撃のフォワード陣の立ち位置が変わるんで新たなパスコースが多分生まれると思うんですよ、はいはい、今だとなんかパスコースはないかなって感じするんですけど、ただこれ
ちょっとこっち取りすればちょっと下に行くだけで相手の相手のディフェンスの出方次第ですけど、結構コースも開くんで、多分これが結構持ってから多分ダッシュドリブル横の多分移動がないんで、なんていうんですかね、マッチアップに結構引っかかるというか、めっちゃ引っかかってますよ。確かに後半特に相手が自分の守備で流れ持ってっちゃってるんで全部引っかかってますね、後半特に。ロングだとやっぱ距離感が選手の遠いんで。そうっすね。なるほど。いやでも確かに当てた時はなんか言われて気づきました。確かになんか背負って待ってる、確かにそうなってるかもしれない。確かに、確かに、うん、癖ですね、多分そうだと思います、はい。そっか、残り10分のがありそうっすね。いや、そう言われてみると確かにゲージ全然青く光らないね。いや、そうなんですね、枠ずっと白いね、そういうの。こことかも多分持てるんですよね、多分背負った時のキープは多分結構できてる印象ある、ね、あるよね、はい、背負ってこねるのはめちゃめちゃうまいよね。練習してる感じあるよね、常にこの後が多分こことか持てて、てここまでいっちゃえばいいんですか、もうドリブルで電車でダッシュしたまま。あ、うまい、それめっちゃいい感だ。おっ、ちょっと待って、まあ、今のも、でもあれですね、ダッシュドリブルしたからこそ、あのヘイネスのコースが空いたんですよね。本当だ、ここでフットフリーになってますもんね。そう、外に走ったからこそ空いたって感じですね。確かにこれ歩いてたら富安に引っかかります。なんでこの時はこのプレーをしたんだろう。見えたんでしょ。分かんないですよ、ね、自分がなんで斜めパスの練習してたんじゃないですか。それはある、はい、確かに、うん、これいいね。だ、斜めすればちょっと練習が出たんじゃん。そう、こんなフリーでこのシュートいけるんだよね。もう思いっきりいいな。確かに。通れば何ダッシュしてる。いや、終わるか。いや、まあ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 、はい、まあ、ということで、まあ、試合を見ていったんですけど、うん、どうですか、なんかありました、言われて、ね、はって思ったこと。だから自分たちが多分あんま普段言わないことを多分、うん、レバ君言ってたと思うんで。そうですね、まあ、なんかもっと縦に早いタイミングで当てていいんじゃないかっていうのと、ドリブルが少ないっていう、なんかずらすみたいな、うん、あとなんか待って背負ってみたいなのが多いっていうのは確かにその通りだなと思ったんですね。なんかそこはなんか意識しても良さそうだなって。あとクリア真正面じゃなくてあの横にっていうのも確かにそうだな。それもよくやってるなっていう気がしました。守備なんかあります、気になったところ。まあでも守備の時もダッシュしないで結構マッチアップだけしてるシーンとかもあったんで、なんかそこもマッチアップを押さずに、まあ、ダッシュでプレスというか、ダッシュで圧をかける、寄せるとか、はい、のも、まあ、大事なんで、そういうプレーも増えてくると、より絞れる感じ。全然押してないここ多分、寄せに行った瞬間しか押してない。多分一つも押してない、多分ずっとマッチアップ押してるわ、これ。うん。そうだね。守備の時、なんかダッシュを押すと、なんか通り過ぎません？だけどこれ同じタイミングでいるからね、絶対ね。え、あんまり守備の時ダッシュ押してないですよ、多分。あ、そのスペースに出されて追いかける時はもちろんダッシュするけど、こういう時。あ、僕この辺ダッシュ押しますね、もう。え、ダッシュ押すんですか。やっぱ早く寄せたいで。はい。ボールホルダーへのプレッシャーっていうことですか。はい。これも行くじゃない。青く光ってピースね、もう。そうなんですね。そうですね、ダッシュしながら寄せてマッチアップしてみたいな、おい、なんかその近くまで行ったらマッチアップをしてる、ね、あんまり押してないかな、それ確か言われてみた。その繰り返しですよね、寄せてマッチアップ、はい、パスコース切ってマッチアップみたいな。ここでマッチアップをしてる、多分ちょっと遠いというか、まだこの辺で押してますね。もう多分 ずっと押してると思うんですよね、もうちょっと遠い距離から。これだとなんかペドリで、これはこうなってくれたからですけど、こうドリでちょっと運ばれた時とかについていけないっていうのは確かに。ダッシュして最悪入れちゃってたらコースにマッチアップ押せてなくても取れるんで。確かに、なんか当たってとか当たってとか引っかかってとかあるんで、やっぱそのコースに自分で入ろうとするこう努力みたいなのもしかしたらダッシュしながら。なるほど。どうでした、久々に見るこの DB2 とか3のこう悩みというか聞いてみて。
いやでも面白いですよね、やっぱそのなんていうんですかね、自分だったら基本こうするだろうなっていうところがまた違ったりとか、また別の発想もあるんで、まあ、そういうところもやっぱ面白かったりとか、でもやっぱその伸びしろはめちゃくちゃあるなと思います。マジっすか、これでかいっすよ自分たちも伸びしろ見つけられなかったもう自分に伸びしろがないんじゃないかもう俺たち最近こっからどうすればいいんだって思って確かにもう限界なんじゃないかと思うんですけど、ありそうです。いやでもシンプルにもう点取ったシーンとかも、自分がさっき言うとダッシュでドリブルしたからコース空いたみたいな感じなんで、もうあれがあの感覚として多分勝手にできるようになってくれば、もう繰り返しできるようになれば、はい、あれパスコース空いてるみたいな、あれ普通に空いてる、あ、そうするじゃんみたいな、確かにダッシュしてますねちゃんとね、このシーン、あれ点取れるみたいな感じに流れになると思うんで、もう多分本当それだけだと思います。攻撃はいかにそのドリブルの意識をするか、もう多分それだけです。もうそれができれば絶対いけると思います。なるほど、うん、俺も練習できますねちょっとね、世界一位に言われたら自信持ってあげるモチベーション上げていきますよ、これまた最近、そう、確かにちょっと最近モチベーション下がってたんでもう絶対無理だと思って、ちょっともう一回頑張ってみようかも、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回は、夏季講習特別編ということで、まあ、レバ君にも来てもらい、一緒に試合見てもらいました、この動画いいと思ったらチャンネル登録と高評価、あとレバ君の方のチャンネルの方も登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。